ヘルマン・アンシュッツはドイツの画家であるコブレンツで生まれたドレスデンの美術学校で歴史画家のハルトマン、ヨハン・フリードリヒ・マテイア・シュティルケの助手としてフレスコ技法による装飾画を描いた1825年にコルネリウスがミュンヘン美術院の運営を任されると1826年にアンシュッツも同僚のビルヘルム・フォン・カウルバッハと共にミュンヘン美術院に移った ミュンヘンでは、オデオンホールの天井画の一つを描いたが、これは、第二次世界大戦で破壊された。バイエルン号、ルートビヒ一世からの資金で1830年から1831年の間、ナポリに留学し、博物館の作品や遺跡をスケッチし、帰国後、王宮内の装飾画を描くのに活かした。1847年に、 ミュンヘン美術院の歴史画の教授に任じられ、ヒルテンシュペルガー、シュトレフーバーラと1873年まで絵画を教えた。1860年にミュンヘンに創立さけ入れた宗教画家協会の創立メンバーであった。ありがとうございます。